サドバイドラモス、こちらはフィリピン代表です。今日どちらがどういう形で点を取っているか注目したいです。ドバイドラモスに三谷ついていましたが、ここはラモス決めていきました。選手がですね、そのバスケットを体現しようとしているというと見えるので、はい、非常にいい形です。ここはラモスのアタックです。北海道は2人で守りきりました。ブラックシアを、そしてドワイト・ラモスのところ、ドワイト・ラモスのヘルプディフェンス、そして結果フィニッシュしていったのもドワイト・ラモス。プレーができるという渡辺龍ですね。そうですよね、非常に賢い選手でもあるので。ドワイト・ラモスのスリー来た。ここはウェルシュのインサイドアタックからボールを奪って、そしてスリーポイント、ドワイト・ラモスです。オリザネがボールを奪ってターンオーバーを誘発。ドワイト・ラモスに三谷についていましたが、ここはラモス決めていきました。選手がですね、そのバスケットを体現しようとしているという人が見えるので、はい、非常にいい形です。ここはラモスのアタックです。一瞬ショートペースに出たところ、ただここは北海道は2人で守りきりました。ブラックシアを、そしてドワイト・ラモスのところ、ドワイト・ラモスのヘルプディフェンス、そして結果フィニッシュしていったのもドワイト・ラモス。プレーができるという渡辺龍ですね。そうですよね、非常に賢い選手でもあるので。ドワイト・ラモスのスリー来た。ここはウェルシュのインサイドアタックからボールを奪って、そしてスリーポイント、ドワイト・ラモスです。モリザネがボールを奪ってターンオーバーを誘発。